アグノー包囲戦はスペイン継承戦争中の1705年9月27日から10月5日にかけて行われた工場戦。帝国元水ヨハンカール・フォン・テュンゲン率いる皇帝軍はフランス王国アルザス地方にある要塞都市アグノーを包囲、占領した。マールバラ公爵率いる同盟軍の本軍がスペイン領ネーデルラントで退伏作戦を進めている最中、 フランス元帥、クロード・ルイ・エクトル・ド・ビラールは7月初に、アルザス地方のビサンブールを、占領、帝国軍を、ローター・ブールから撃退しようとした。同盟軍では病気のバーデン・バーデン編脅迫、ルート・ビヒビル・ヘルムに代わって、帝国元帥をハンカール・フォン・ティュン・ゲンが指揮を取り、フランス軍の攻撃を撃退した。7月27日に、フランスの文献隊が本部力を落とし、 プファルツ先帝考領の中流軍はマンハイムへ撤退した。8月28日、復帰したバーデン・バーデン辺境白率いる帝国軍はプロイセンとプファルツの援軍1万6000を受けてフランスの要塞線であるアグノー線を突破、シモアルザス地方に進軍した。まずドリュゼナイムを包囲した後、9月27日にアグノーを包囲。 10月5日に落城させた。フランスの中流軍は弱く抵抗した後、条件付き降伏を提案したが、トゥンゲンは中流軍を捕虜にすべしと要求、フランス側の提案を跳ねつけた。中流軍の総督ペイリは兵士400と傷病者を残して、残りの兵士約2000ともども夜に紛れて、闘争、同盟軍の包囲が不完全だったためそれをくぐり抜くことができた。 バーデン・バーデン編脅迫は激怒したが、同10月末には両軍とも東映に入ってしまい、アグノー包囲戦が1705年戦役における最後の戦闘となった。包囲戦の成功により、帝国軍はライン川西岸に共闘法を築くことに成功した。ありがとうございます。